Salut tout le monde, c'est Dofy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de notre Let's Play sur Naruto Storm 3. Alors avant de commencer la vidéo, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. J'ai tourné 3 épisodes de Naruto aujourd'hui, sauf que le problème, c'est que mon micro, je ne sais pas pourquoi, n'était pas activé. Donc, il y avait le son du jeu, mais il n'y avait pas le son de ma voix. Donc, pendant les 3 épisodes, enfin, j'ai pas le son de ma voix. Donc du coup, j'ai décidé de faire un montage de ces 3 épisodes et de mettre que les cinématiques du jeu et les moments où il y a les combats, eh bien je les passe. De toute façon, il n'y a pas eu de gros combats de boss ou quoi. Et la plupart du temps, pendant les épisodes, c'était principalement que des cinématiques. Donc en vrai, je parlais pas énormément, donc c'est pas si grave. L'essentiel, c'est qu'on a le jeu et le son du jeu. Donc comme ça, au moins, si vous suivez le let's play, vous allez comprendre quand même l'histoire. Donc du coup, je vous laisse avec cet épisode avec que les cinématiques. Et voilà, j'ai fait en sorte que vous puissiez comprendre un peu tout ce qui se passe. Et du coup, l'épisode prochain, ça va être pour le début d'épisode en tout cas, également que des cinématiques. Donc voilà, donc là pour cet épisode, j'ai su, on va dire, j'ai su mettre les 2 épisodes en un. Et du coup, l'épisode prochain, bah, ce sera pareil, ce sera que des cinématiques. Donc voilà, je suis désolé, c'est un bug, ça arrive, hein. Donc du coup, bah, je vous laisse avec l'épisode et je vous laisse avec toutes les cinématiques. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. ここが真実の滝か。話によると、ここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですね。どうです、ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなことより、ナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん？何よ。俺が怖がっているとでも？ No problem! そこまで言うなら見せてやる。何者も恐れぬ強靭な精神。え？なんだこいつは？え？こんな変な奴が俺の真実の姿なのか？違います。よく見てください。そいつは暁です。確か。名前は星垣貴様。星垣貴様？まさかこんなところであなたに会えるなんてね、珍獣。うん、このサメ顔、どこかで。そんなことよりそこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。暁のお前がここで何をやっている？それをあなたに教えるとでも？いずれにせよ、お前を逃がすわけにはいかん。いいでしょう。あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど。相当できるようだな。だが、これは青い猛獣。サメごときに決して遅れは取らんぞ。終わりだ。俺の勝ちだ。まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは3度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。激前先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのまま奴を捕らえてください。その後、俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、ここの情報だけは。危なかったってばよ。最後の悪あがきってやつか。
これで私の役目は終わりですかね、イタチさん。今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀な七人衆の一人、星垣キサメ、以後お見知りおきよ、内葉イタチさん。あなたの噂は聞いています。内葉の同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にあるもの、あなたの気持ちはわかりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。ならあなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんな奴でも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのはわからないものだ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか、イタチさん。どうやら私はろくでもない人間。まだ何かするつもりか。みんな注意しろ。でもなかったようです。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。リンネガ、長門の隠し場所を素直に話す気はないようだな。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ通り、なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った。渦巻きナルト、奴にそれほどの価値があるとでも言うのか。彼は光だからこそ希望の花を持てる。俺に牙を向けるというのにまだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織。この衣は私たちの正義の象徴。あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び長門が開眼したもの。やはりあなたのものではない。お前は二つ勘違いをしている。どうせ最後だ、教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。だから返してもらうと言った方が正しいか。まあいい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘にすぎ、お前を捕らえればどうにでもできる。内葉の動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾、信じるに値しない。私も長門、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。そこにあなたはいなかった。
三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。いいだろう。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。甘く見ていたな。考えれば元暁メンバーだ、お前も。だが俺はまだ倒れん。さて、これからどう攻める？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。弥彦も長門も己の考えで動いていた。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形であれ己の意志のために戦って死んだ。だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言える。所詮お前も長門もナルトのザレ言に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない。希望などありはしない。長門はナルトを信じること、哀れだった自分を慰めたかっただけだ。私の、ん？私の信じる者たち、道化などいない。弥彦、長門、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じて、今度は彼が平和の架け橋になる男だと。そして私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでマダラは確実に死んだかな。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。内派の禁術、内派と千住、この両方の力を持つ者だけが許される道術。内派と千住、それは陸道の力のはず。あなたは一体何者？俺は千住柱間の力を手に入れた内派マダラ、二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も忙しい身でな。話は終わりだ。現実をかけ終わった時、お前は終わる。長門、ごめんなさい。弥彦、リンネガンをいただく。ヒサメのよこした情報によると、ここにナルト君がいるらしいが、さて。いや、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。へっ、ひょろひょろの割にやるじゃねえか。うん、理解が早くて助かるよ。まあ、助かったのはオイラも同じだ。なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。
で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ。いや、実はこの島、ここに八尾と九尾がいてね、その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。九尾ってことはナルトのやつか。ただまだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。データルに、ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな、確かに厄介な顔だ。やっぱり本物のデータル兄だ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、デイダラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。貴様と言ったか、奴の侵入情報を耳にしてな。その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん。っていうか、なんで派手に爆死したはずなのになんで生きてるの。本当は死んでなかった。ダニカ、はっ、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく、死んでまで迷惑かけおって。うるせえ。死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああ、けどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにはオイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。あ？デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。いくら強がったところで、わしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん、黒土がいねえ。今頃気づくとはな、やはりお前は青二歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜ、デイダラ。そりゃこっちのセリフだ。うん。しつこいね。逃がしゃしねえよ。年貢の納め時だ、この蛇野郎。ん、来たか。へえ、青葉もいるのか。その声は、まさか薬師カブトか。久しぶりだね、ヤマト。のこのこ出てきやがって、おせえんだよ。あんたは確か土影の孫娘だったな。ちょうどいい。君たちにはこれからナルト君の元まで案内してもらおうか。バーカ、そりゃ逆だ。お前はあたいたちに捕まって敵のアジトに案内する羽目になるのさ。へえ、それは気をつけないとな。青葉さんは他に奴の仲間がいないか見張ってください。カブトは僕と彼女で叩きます。わかった。ちんたらすんなよ。あんな奴相手に時間かけねえぞ。ここまで。やったのか。足りねえだ、あれだけ痛めつけたんだぜ。
油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。クソ、あいつまだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ。ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし9尾と8尾まで深追いせずか。尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。やつの道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。なら早くしろ。この左目が戦争を欲している。そうか、ヤマトが。まさか九尾を狙わず他の忍びを連れて行くとは思わなかった。とはいえ今の私たちではどうすることもでき。いずれ連れ戻せばいいのです。おおよその場所は分かっているのですから。そうでしょ、綱出さん。どういうことじゃぜ。あんたにはまだ話していなかったな。先日うちの偵察部隊が奴らのアジトを発見したと情報が入った。ほう。バツ印が敵のアジトと確定。山岳の墓場と呼ばれる場所だ。ここからじゃと湯隠れと下隠れが挟まれる形になるが。ええ、ですのでその二国にはすでに避難勧告を出しています。なるほどの。それでわしらの準備の方は。すでに奇襲部隊には招集をかけ、戦闘大連隊も組ませてやる。医療、情報、感知に関しても同様だ。忍び連合としてすぐに動くことができる。準備万端ということか。土影、これはあんたの分だ。おお、もうできていたのか。ああ、これが忍び連合の額当てか。なかなかじゃぜ。それがしがデザインした。かつて争い合ったあなた方も今やただ一つ忍びでござる。さらに今忍びと侍とが手を組む。さあいよいよでござる。第四次忍界大戦、我々が勝つぞ。戦慄が夜をかける。金箔が時を焦がす。空は震え、地は沈み、人はただ予感する。戦乱の予感。にじり寄る脅威に忍びたちはここに立つ。勇も邪も、気も絶も、時は満ちる。今こそ戦いの時、今こそ開戦の時。